お姉さんっぽい桜ローレル、に対するみんなの反応。桜ローレルだけ今までの馬娘とちょっと雰囲気違うよな。お姉さんっぽい。ほんま可愛い。あらあらって言いそう。色素薄い感じがええな。ローレルめっちゃええやん。ローレル来るんならマヤの主人公かもしれんし、ライスの春展2回目アニメで見れるかもな。一番好きなレースやから嬉しいわ。桜ローレルと山人ゼファーは来ると思ってたけど、アストンマーちゃんは完全ノーマークだった。あと大和メジャーは絶対来ると思ってたのに。ローレル桜やのにここまで引っ張ったんやからアニメ3期のラスボス確信しとる。貧乳好きの Y には桜ローレル刺さりそう。あのローレルが実装できたんやから色々期待してまうわ。毎回ありそうでなかった感じ。持ってくるのうまいな。トプロ実装後のなんでおらんの野配の一番人気がついに来ましたか。次の候補はアグネスフライト、シンボリクリス S、タップダンスシティあたりかな。フライトはやっぱりシャカール実装時が一番かな。他には大和メジャーとか地方組、オグリと戦ったロジータとか中央 G1 を勝った名声オペラとかもあるな。シンボリクリス S、名称サムソン、騎士ミラクルは実装してほしいわ。ドーベルとシーキングザパールがいて競泳マーチがいないのは不自然。エアジハード、エアジハードを忘れなく。絡み的に厳しいですが。アニメですでにジハードエンジエアって名前で出しちゃったからね。私服がめちゃくちゃオシャレなタイプだ。わかる。桜軍団のエアしか女枠疑惑。なぜかはわからないけどキービジュアルで見た時から他の桜軍団と同じ雰囲気を感じたんだよな。髪飾りとぺったりとした前髪あたりが要因なんだろうか。なんで同じ雰囲気を感じたかって勝負服型の桜と同系統なんだよ。黒襟に白ラインのピンク服。目の前を走ってる爆心とかなり被ってるので、馬娘プレイヤーなら無意識に何かを感じ取ってもおかしくない。まあ、単純に参戦希望が多かった馬で、少し前に話題になったりもしたので山間で出てきやすい位置にいたからっていうのもあるんだろうけどね。爆心と同じメトポジティブって言葉のせいで、俺の脳内イメージがローレルローレルするお姉さんになってしもうたわ。爆心王、千代の王、ローレル、桜ストリームアタックをかけるぞ。声かけてるのはスター王かな？宇宙世紀的に言えばスター王かな？マヤをひたすら子供扱いしそう。桜毛が増えてきている。三沢さんの、桜軍団が増えますね。嬉しいです。にほっこりした。今回爆心王としてはやや脇に回るべき内容だったけど、コメントが上手くて好感度上がったわ。三沢さん、素の喋りからして完全に爆心王なんだよな。ライバルがマヤとマーベラースなわけで、同じ方向性ならカオス一直線だから薄めでちょうどいいんじゃない？すごい真面目そうだから暴走しがちな二人を止める役。と見せかけて結局巻き込まれて一緒に暴走してほしい。でも解説でブライアンをライバル視みたいなこと言っててなんでやねんってなったわ。トップガン、ローレル、マーベラスの三強は最高だったのにな。まあ実施ではアニメみたいに帝王とマックイーンは別にライバルってわけじゃなかったし、クリゲ嫌いっぽいスペシャルウィークがクリゲなサイレンス鈴鹿に懐くかは怪しいし、いろいろ脚色はあると思うよ。そもそもナリブと同期、ギリギリダービー出走権取ったけど怪我で断念したっていう前提があるから。強かった時は三強といえどトップガンとマーベラスを蹴散らしまくってたから、この感じでラスボス感をどう出していくのか見物って感じ。これよな、春天でブライアンを追い落として頂点に立ち、三強ではあったが王者としてマヤノとマーベラスを迎え撃ったって印象がある。それはローレルの成績全部を俯瞰した印象だからね。最初からその三頭で同行なんて流れでは決してなかったわけだから当然といえば当然。結果的にトップガンとマベさんで三強になっただけで、怪我するまでは陣営は対ブライアンだったはずだよ。いやブライアンライバル氏は当然やろ、同世代なんだから。お互いの前世紀が噛み合わなかっただけで、そもそもローレルが一気に名前を挙げたのは、ブライアン VS トップガンに割って入って勝ち名乗り受けた春天だし。1996年の春天はリアルタイムで見てたけど、
ブライアントップガンの一騎打ちの雰囲気で、前走が故障明け1年ぶりのレースで失走したローレルは未知の存在だった印象だわ。ローレルが最後の直線でブライアンをかわした時は衝撃的だった。ブライアンがいればなんて絶対に言わせない、でラスボス化するローレルちゃんとか激アツやん。それはそれとして、セーラー服に襟が目立って、まっすぐなのが好感持てますね。ライバルたちを見たらちょうどいないところをついたいいバランスだと思う、何がとは言わない。地味にマイル適性高そうな馬娘になりそうだからかなり重宝するかも。グラスみたいな距離適性になるかそれとも未勝利と一勝クラスがダート勝ちだからダートいいぐらいありそう。マイルは中山記念勝ちが評価されるか、フラッシュの毎日王冠のように無視されるかも。桜ローレル、フランス旅行に行って死にかけてそう。ゴルシュと一緒に行って森にでも置き去りにされたのかな。ローレルがフォア賞で予後レベルの故障して、急務員だかがフランス語わからなくて、適当に返事して安楽死させられそうになったやつ。わかる人が慌ててインターセプトしてギリセーフだったし幸い回復もした。シャレにならんのよ。ガチで危なかったやつ。孫のガチャ実装に、3階級制覇を阻んだ馬娘実装に、桜軍団の新キャラ実装と、今回は爆心に関連した情報が多かったな。名物キャラが掘り下げられて深みが増すのアニバポクってよし。キービジュアルの勝負服はやっぱ千代ちゃんに通ずるものがあるかな。ルックスだけなら妙に色っぽいお姉さんタイプに見えるけど、テキスト読む限り喋ったら全然違う感じなんだろうな。桜ローレル待ってたから嬉しい。見た目が好みでより嬉しい。なんかすごいぬるっと紹介されてたけど、マベさんのシナリオに出てくるのか本人が実装されるのか。足が弱いのに中山競馬場の力のいる馬場で圧倒的に強かったという矛盾。史実は大きい馬だったから意外だったわ。勝負服は、もちろん脇が見えるんだろ。北里はいずれアニメやるだろうけど、まだ現役のおじさんもいるし時間かかりそうだよね。ローレル北シナリブマヤのマーベラスあたりでワンチャンあるかもね。爆心と同じ目だ。爆心と話し合うんか？この子がハルテンでマヤチンを分からせちゃう子なの？ハルテン以上にアリマガだな。ちなみにローレルの勝ったアリマ記念は、馬券の売り上げでギネスに乗ったことで有名なレースである。875億円ってすごいな。ゴルシ7等分以上か。すごいな、ゴルシ。このおっとり娘とわがままロリ娘マヤチンと、唯一新マーベラスが切磋琢磨し合うシナリオが全く想像できないんだがマジでどうなるんだこれ？全知全能感あるマーベラスと天才マヤ。それに対してのローレルだから、基本的には雑草とエリートみたいな構図になりそうだな。ナリブの保護者は熊田増えそう。競争能力喪失と診断されるレベルの怪我から復活して、現役最強クラスの実績を残し、危うく安楽死させられるほどの怪我をしても生き残った馬。発酵なのか不屈なのかその両方か、キャラが想像できねえ。ローレルは天皇賞春を成田ブライアンに勝ってから現役最強と呼ばれ、負けても調教師もファンも、そして騎手の横山でさえ満場一致で騎手が下手だったから負けた、というぐらい強い馬。負けてもずっと一番人気だった。天皇賞秋で負けて堺調教師が激怒して俺が乗っても勝てるというぐらいだった。三騎手人口にはマヤの来てほしいから桜ローレル来たのはめっちゃ嬉しい。ブライアン、マーベラスたち性格の違うキャラクターと激闘を繰り広げると思うと今から泣きそう。しかし、他の主人公候補の周囲のキャラクターも増えてるからどうなるかなぁ。玉以来二人目のツッコミキャラになるか。モデルの桜ローレル号は一昨年まで存命だったのか。おでこと目がやっぱり好き。委員長や千代ちゃんとはまた違った雰囲気。桜軍団も増えていくのかなと期待。成田ブライアン周りのストーリーとマヤのトップガン周りのストーリーには絶対必要な存在やったからやっと実装されてよかった。マーベラスサンデーとの絡みも楽しみ。キャラデザもちょっと大人びた雰囲気が桜なのに桜らしくなくていいね。毎週土曜日に誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。
最後までご視聴ありがとうございましたのだ。